はいエミアンです <laughs> はい I love you エミアンですえー、お久しぶりです皆様いかがお過ごしでしょうか9月の1日になりました今日からまた YouTube にえー、積極的にね動画を投稿していこうと思っていますよ8月どうしたんですか心配してますよってありがとうございますねコロナにかかったんじゃないのかなみたいなねことも言われたり言われなかったり えー、コロナにはねかかることなく、そしてワクチンもまだ打っていません。ただ、えー、ワクチンの予約はすることになってね、えー、ねなるべく打ちたくないんだけど、ね、どうもねこの社会の中では打たないことには、えー、うまく生活していけないんじゃないかというね妻の意見をまあ聞きましょうというはいコンビニに来て、えー、ソーダを買います。えー、そしてね えー、細かい小銭が溜まったので、うん、タイのね、小銭ってコンビニでしか使えないものもあるよね。えー、それをかき集めて、ここで払っちゃいましょうと。ね、えー。YouTube をお休みして3週間ぐらい、そしていろいろなコメントをもらいました。心配してるよとかね、またやってねとか、ね、どうした諦めたのかとかね、ネタが尽きたのか、いろいろね、言ってくれて嬉しいです。あとね、 m みのお店に遊びに来てくれた方もいて、えー、そしてね、えー、一緒にその自分のお家にね、招いて、しゃぶしゃぶパーティーやろうよとかね、いろいろやってもらいました、この3週間の間に。うん、嬉しいです。ありがとうございます。ね、感謝しています。またよろしくお願いします、ということで。えー、でね、えー、9月からは、こっからは、えー、YouTube のスタイルも変えます。長いのも短いのも、もうとにかくね、 細かい編集をもうしたくない。ねもっとエミヤンよりね、ね素晴らしい動画、えー、いろいろあると思う。で、エミヤンの、うん、動画はね、そんなに面白い必要ないわけよ。まあ、こういう人もいるかなってね。うん。なんかこう、ねまあ、こういう生き方あっていいのかなみたいなね。うん。なんかためになれるようなことはもう言わない。前の動画を見て、昔の動画にコメントしてくれる方がいて、それに返そうと思って、昔の 動画を一応見直したりするよね。その時にやっぱ毎回思うのをや。昔の、昔ってもね、数ヶ月前のね、えー、自分で撮った動画を見直した結果、えー、普通のこと言ってんだよね。当たり前のこと言ってる。誰でも知ってんじゃん、そんなことみたいなことを、なんかさも偉そうに自分で言ってんだよね。気持ち悪い、ダサって。 自分で本当思う。なんか、お前らこれ聞け、みたいなね。知らねえんだろう、みたいな。みんな知ってるっつうの、そんなこと。ね。なんかすげえ、ね、でも動画消そうかなと思ったんだけど、なんか当たり前にさ、偉そうになんかさ、ね、本屋に行けばでいくらでもそんなこと書いてあるようなことを当たり前に言ってんだよね。つまんねえなあと思った。うん。やめた。うん。そういう動画はもうやめた。うん。ね。 普通のことを、普通つうかもう、なんだろうな。正しいことを言いたくないんだよね。正しいなん、正しいことを正しい善として言ってる自分が気持ち悪いだ、さ。ね、年取ったな、老いたなっていうね、うん。そういう感じがしましたよ。ね。うん、はい、えわや。ぶ、麦ら帽子を最近被ってるんですよ。ね、夏でしょ。うん。8月でしょ。8月終わったんだけど。 8月はね、麦わら帽子をかぶって過ごしていましたよ。25バーツ安くないっつってね。はい、えー、バイク壊れてます。ねナンバープレートもありません。ナンバープレート、ね外れてるぞっつって、タイ人によく言われるし、警察にも言われてるんで、お前ナンバープレートねえじゃねえかっつって。いや、あるんす、あるんす、あるんですって言うと、警察も、じゃああるんだなっつって、うん、あります。つって。で、ちゃんと、エミアンのその、バイクのメットインの中に、シートの下に、ナンバープレート入ってんだよね。うん。 それを見せるとあじゃあちゃんとつ,つ,つけとくようにってって注意されるんだよね、うん、でも罰金は取られない、うん、その代わりナンバープレートがないとあの街中にあるカメラにそのーオービスとか,あなんかオービスみたいなスピード違反とかエミアンんなとしないんだけどその街中にあるカメラで切符切られるときにナンバープレートがねえから追ってこられないんだよね。うん、でねえ方がいいいいい方がじゃねえかっていうことを言いたいんだけど ナンバープレートがないことによって、全然警察に払う金が減った。むしろゼロ。前はね、毎月いくらか払ってたその。すげえたくさん手紙が来るんだよね、毎月。妻も切られてて、妻は一切払わねえっていうタイプで。はい、えー、でね、やべ、あのベラベラ喋ったらもうこの動画終わっちゃう。 ね、短い動画と長い動画を、ね、9月からは分、ね、け隔てなく、ね、もう適当にどんどん,どんどん投稿していきますんで何かためになるって思うなよって言ってんだね何が言いたいのと何も言いたくねえよね。め、う、言、ん、は広告収入できてる人間じゃねえからなつって、ねうん、そういった企業とかいやそうだ大く君の、ね、メンタリスト大吾メンタリズムメンタリスト大吾 の人がすげーこう叩かれててでエミヤンの友達にこのゲスト集ここエミヤンのねホテルでしょホステルでしょでここに泊まってた若者でメンタリストイゴのすげえファンの人がいるんだよね学生でねエミヤンたちは彼らより全然彼より全然年上だからイゴとかのファンになるってことはそうそうないんだけどでもさすげえ若けさ学生ぐらいの人がすればイゴ兄さんみたいな感じなんだろうね うん、すげえ信頼していて、で彼が信頼してるのが、大ゴと、広ろと、あと、幻等者の箕輪さんっていうね、あのー、編集者がいるんだよね、カリスマ編集者、その人のことをこう心から、なんていうの、尊敬していて、浸水していて、リスペクトしていて、ひ、ね、ろ、うんまあ、広きって人はいいよ。あのー あの人すごく上手にさ、世の中を渡っていくタイプだと思うし、ね、炎上しても、やっぱひろゆきってさ、抜群に何、何このネット社会では優れてるなって思う、思うのが、叩かれ慣れてる何民事訴訟にめちゃくちゃ慣れてる何億円とか請求されても全然踏み倒せるっていうさ、そういうメンタリー、ね、メンタリティーを持ってるよね。うん。でも、大悟くんとか、美濃さんとかはさ、まだそこまで行ってないんだなっていうのが、今回のあれでよくわかってさ、ねえ。 言動者のミノワさんなんてのはすっげえ尊敬してるんですっていう、その2週間後ぐらいに不倫で叩かれてんだよね。うん、そんで、なんだっけ、死ぬこと以外はかする傷とか言っておきながらめちゃくちゃ凹んでるっていうね。うん。取り乱してるつって。なんだ、ダセ。ね青年学生たちの夢を壊すなよって。今回の大悟くんもね、ねメンタリスト大悟も、おーいってってね、あんたのことをすげえ信用してる、ね学生たくさんいるんだぞやべ終わっちゃう。アイラブーやべやんです。